こんにちは。今回は明日に買ったお土産を紹介します。はい、これですよ。この大きい段ボール、商品コード10535370180、バイオマス袋、そうレシ袋を売ってたんですよ。これ1000枚、これ ちなみに1000円で売ってたんですよ。いやだったら 1円1枚お買い得だなと思って、いやこれでね、あのお店でね、あのレジ袋必要ですかって言ったら、あレジ袋持ってるんでってあのかっこよく言いますよ。これにねレジ袋1000枚入ってるんですからね。いやパンパン、結構パンパンですよ本当に。ちょっとピントが合わないでしょ、こんな感じで。本当にこんぐらい開きますからね。やばいですよこれ、パンパンに入ってますからね、パンパンに。ではちょっとこれ開けていきましょうと思います。はい、という感じでこうしてこうやって開けて、おお、レジ袋がぎっしり入ってるではありませんか。それがワンセット100枚入りかな。すごい業務用ですねこれ。異物混入、まあこれが1、これが1枚、はい、さあ、よいしょ。いや、こんなにはいらない、さすがに。確かに100枚売りでも売ってたんですよね、これ。期間限定で。さあ、皆さんがね、よく見る、このレジ袋ですよ。それが売ってましたからね。うち1000円で買いましたからね。1円。1個1円で買いましたからね。なんでこんなのも売ってるんだよ。いや、こんなもん買う人におらんやろって。血がおるんやけど。さあ、すごいですよ、これ。買いましたからね、普通に。これ。そっち私は思うですからね。だけど、こんなやつ買わないんで、さすがに。1000枚も今ここにあるんで、レジ袋。ちっちゃいやつが。ちょっと誰かにあげようかなと思ってるんですけど、言うて、みんなレジ袋多分、そのぐらい買っちゃうんですよね。だから、ちょっとここになんか、値札シールついてるな。まあ、気にしたっていいか。まあだからね、友達にまあ何枚、まあ、一袋、100枚入り渡してもいいんじゃないかって思うんで、まあそのうち、これをね、渡していこうと思います。まあ、適当に会った友達に、ほら、これあげるよ。あ ?100 枚入りって、開いてちゃうんで。まあそのうちだからでしょう。というわけで、今回はこの開封動画でした。レジ袋1000枚。いらない。普通にいらない。けど多分、でもレジ袋緩かしたから、あんな商品、こういうレジ袋をね、売るっていう手法が出ちゃったんだと思いますよ。どっかの YouTuber も、検証してますからね。レジ袋は最大何枚まで買えるんかっていう。すごいですよね、これ。ニューデートは1000枚。1000枚で買える。1000枚買える。ということでした。ありがとうございました。またね。